おはようございます。吉田さん、時々オカリナさん見ましたよ。私この芸人さんですか、知らなかったですね。普通の人かなと思ってましたけど、サムネイルも飯食ってるとこばっかりで、カメラアングルも特に凝ってないですね。これテクニックと言われてるものとかほとんど使ってないですね。 SEO も別にやってないし、対策ね、ハッシュタグも別に入ってないと思いますし、何の工夫も変哲もないですね。ただ飯食ってるとこをずっとやってるだけということですよね。でもまあ本当これでもね、いけるんですよね。だからきっとこれを見て、あ、それいけるんだっていうふうに気づいた人も、あ、先にやられちゃったかっていう理由で、後追いはダメだよね、どうせダメだよねってことでやらなかったりするんですよ。先に思いついても前例がないっていうふうにやらずに、前例ができたらできたで、あ、もうマーケット埋まっちゃったってやらずにね、いや全然いけるんじゃないかなと思うんですよね。あのね、吉田さん、最近ね、私の性癖なのかどうかもしれないですけども、あのまあなんていうのか、20代とか30代の女性がね、ブルマでやってみたみたいなコーナーやってるんですよ。待てと、このブルマがとっても嫌で反対して廃止されたのに、何20代30代になってやってるんだよみたいな、まあどっちでもいいんですけども、奇妙なもんですね。やっぱり男性の性癖に気づいてアクセスを集めるために身を投じる人っているんですよね。いやー、えげつないような気もしますけども、まあけどね、自分のできることをやるっていう意味では私は敬意を表しますね、そういうところに。だってあまりにもなんかね、えげつないなと思ったらね、やらないですよね。でもそれじゃ何も変わらないんですよ。きっと人に迷惑をかけてするわけでもないですし、おかしなことでもないと思うんですよ。もしかしたら10代の女の子たちに痛いなって思われてるかもしれないですけども、でもそんなこと関係ないんですよ。で実際それができてアクセスが集まって何かになっているということですからね。 YouTube ってのはこういうふうな、新しい世界でもあり、今までの概念を具現化するところでもあり、まあドラマだなと思いますよね。ちなみに私ね、パンを食べてるところ、そのパンが食べたいっていう視聴者さんがね、たくさんいらっしゃって、まあ、募集したんですよ。パン欲しかったら送りますよって。でパンをね送ったんですけども、なんとね、送料だけで3万円ぐらいかかりました。パンってかさばるんですよ。だからこのぐらいの箱にまあ5本とか10本とか入れるんですけど、でカップラーメンもついでだから入れたんですよね。だからなんか送料の方が本体より高くって、なんか数万円になっちゃいました。けどね、面白いことにね、その中の何人かが速稼塾入るんですよね。いや別に私お願いしたわけじゃないんですよ。パン欲しい人送りますよって、ぜひ食べてくださいみたいな感じでね、でよかったらこれを動画でレビューしてくださいのぐらいのことは言いましたけども、いや本当にね、面白いもんだなと思いました。速稼塾入りますと、やっぱすぐ動いたってことがね、なんか良かったのかもしれないですね。パンと速稼塾なんか関係あるんですかねと思ったんですけども、まあ私の人生全部が速稼塾ですからね。いってらっしゃい。